皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日は有名のブンブンあーまあこういうのできひんねんやはい、有名のあのヒカキンさんがやってたこちら、ドドン、カップラーメンがさらにうまくなる魔法の粉この魔法の粉なんですけど、なんか美味しくなってたみたいで、青も気になって買ってきたんですけど、ちなみにこれ3種類あったんですよ。でこれだけドン・キホーテに売ってたんで、これちょっと買ってきました。で実際にこのラーメン買ってきたんで、ラーメンを食べてからこの粉を入れて、ほんまにどんだけ美味しくなるのか、青もやっぱちょっと気になるからやってみようと思います。それでは用意してきます。では早速できました。じゃじゃーん。まあ、これは普通の醤油ヌードルなんで、まず味はまあ普通に食べないとどんだけどう変わるのかがわかんないんで、まずは普通に食べてみます。 お普通に美味しそう。もうこういうのないよ。あんまカップヌードルとかカップラーメンとかそういう系食べへんからさ、こういうネタ系でしか食べへんからさ、なんか嬉しいねんな、こういうの、なんか嬉しいねんないただきます。うん、美味しいよ。もう、そのままで美味しいよ。美味しいよ。うん。はい、これだけじゃあかんねん。うん。カップラーメンがさらにうまくなる。で、こちらの方を入れさせていただきます。で、まずは、召し上がり方は、市販のカップラーメンに、本品を、小さじ約1から3杯入れて、召し上がりくださいってことなんで、うんか。では、なんかこの感じ、匂いは、あれ、わからんねんか。なんか病院みたいな匂いする。え、ちょっとこれ、ちょっと、病院ではなかったみたいです。なんか青的にはガーゼの匂いする。ん？あ、なるほどな。なるほどなって言いたかった。なるほどな。ちょっと、ね。じゃあまずは一杯入れてみようかな。どんぐらいやろ、一杯が、まあ普通に一杯ぐらい、これぐらい入れてみます。なんか普通に匂っただけじゃな、なんか全然いい匂いしひんでんな。なんかうってなる匂いやねんやん。これがほんまに美味しくなるんかっていうのがちょっと私には疑問が覚えてますね。はい、何が言いたいの。では食べてみます。うん、あ、エビになったけど、青この味好きじゃないちょ、もう一杯入れてみようかな。なんか一杯から3杯って書いてるんで、ちょっとこれも一回入れてみます。そんでちょっとこれ、あ、ちょっとこれは食べるようで、ちょっと一旦これ食べます。エビや、ちょっともう一回、はい、混ぜます、食べます。うん、あのなんか癖強ないなんかエビはわかるけど、あの、まず匂った感じから、この匂いのままここに来てるから、青は、普通に、このエビより、普通に醤油ラーメンの方が美味しい気がするな。うんうん。これ、好きじゃないなぁ。はい。では皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ぜひ、こう、カップラーメンがさらにうまくなる。なんか、ヒカキンさんがやってたのは、うまいって言ってたから、多分そっちの方が美味しいんかな。まあ、食べてみてください。では皆さん、またね！バイバーイ！